あなたの名字を教えてくれる？名前は？それじゃあ、あだ名は？誕生日と血液型も教えてね。これでいい？私の誕生日と血液型は覚えてる？これでいい？何しけた面してんだよ。俺、早乙女よしお。これからよろしくな。お前はなんて言うんだ。あ、来たわよ。素敵。なんだ、急に女子が騒ぎ出したぞ。やあ、諸君、待たせたね。この僕のことを知らない者はいないと思うが、僕が理事長の孫の伊集院レイだ。同じクラスの男性諸君には悪いが、まあ仲良くやっていこうじゃないか。伊集院って、あの金持ちのか。嫌なクラスになっちまったな。皆さん、はじめまして。名前は藤崎しおりです。趣味は音楽鑑賞で、クラシックとかをよく聞きます。皆さん、これからよろしくお願いします。かわいい。藤崎しおりちゃんか。このクラスでよかったぜ。あ、今お前のこと見たぜ。あの子知ってるのか。へえ、そうなのか。じゃあ彼女の誕生日は？血液型は？趣味は？あ、そうか、スリーサイズは？よし、チェックだ、チェック。女の子のことで知りたいことがあったら俺に連絡しな。力になるぜ。それよりも、お前この高校の伝説知ってるか？ほら、そこの窓からでっかい木が見えるだろう。あの木の下で女の子に告白されると永遠に幸せな関係になれるんだってよ。
誰が言ったか知らねえが、羨ましい話だな。だが、なんだ君か、何の用だね。あいにく僕は君のような暇人じゃないんだ。それじゃあ失礼するよ。だが、なんだ君か、何の用だね。あいにく僕は君のような暇人じゃないんだ。それじゃあ失礼するよ。なんだ、また君か。相変わらず暇なようだね。まあ、貧乏人がなけなしのお金で電話をしてくれたんだ。話の一つでもしてやろうじゃないか。僕の自慢話をしてやろう。まあ、そう遠慮するなよ。僕の華麗な人生を君に語ってあげようじゃないか。おい、待ちたまえ。なんだ君か、気をつけてくれたまえ。焦ってなんかいないさ。じゃあ僕は失礼するよ。だが、なんだまた君か。相変わらず暇なようだね。それじゃあ金のベッドの話でもしてやろう。おい、待ちたまえ。今入った情報によると、伊集院が誘拐されたらしいぜ。今、河原の廃工場に監禁されてるそうだ。
おう、友のために命を捨てるか。それで俺はここで留守番を。あいてて、急に腹痛が。保健室に急がなきゃ。いや、君は何をしにこんなところまで来たんだね。そうか、この僕のことを心配してくれたのか。しかし無駄足だったね。事件はたった今、我が施設軍隊が解決したよ。事件発生後約5分といったところかな。我が移住院家に歯向かったらどうなるかということを体に覚えさせてあげたよ。それじゃ、僕は一足先に学校に戻らせてもらうよ。君も早く学校に戻りたまえ。レイ様のお友達でいらっしゃいますか？申し訳ございませんが、そのようなお召し物では少々ご遠慮していただいております。はい、厳しく言いつかっておりますので。移住員だが。なんだ、また君か。相変わらず暇なようだね。それじゃあプラチナの机の話でも。おい、待ちたまえ。やあ、おはよう。今日はバレンタインだね。君にはかなわないが、僕も少々もらったよ。ほら見たまえ、まだあの程度さ。そんなことはないだろうが、帰りにカバンが開いていたら言ってくれたまえ。ほんの少しだけ分けてあげるよ。それではまた。やあ、おはよう。お互いホワイトデーは大変だね。僕も朝から家のものを使ってお返ししているが、とても今日中に配りきれそうにないよ。まさか君はお返しをしないわけじゃないだろうね。いや、僕としたことが。君がチョコレートをもらえたかどうかを考えればすぐに分かったもの。いや、失礼した。
伊集院だが。なんだ、また君か。相変わらず暇なようだね。それじゃあダイヤモンドの漬物石の話でも。おい、待ちたまえ。おい、重大ニュースだね。今、俺すっげえこと聞いちゃったよ。聞いてたまげろ、実はな、あの伊集院が本当は騒がしいな。一体どうしたんだね。ん、これはいかん。すぐに我が伊集院家の施設医師団を呼ばねば。ま、彼はすぐに元気に戻ってくるだろう。では失礼。よう。何言ってんだ。知らねえぞそんなこと。なんだそれ、変なやつ。じゃあもう行くぜ。私、伊集院です。いえ、伊集院レイ本人です。ごめんなさい、今まで私、男のふりをして嘘をついてたの。伊集院家では、女の子は高校を卒業するまで、家の外では男の子として生活しなくてはいけないの。でも私、あと一日だったけど、どうしても我慢ができなくて。こんなところに呼び出したりして、ごめんなさい。いつも憎まれ口ばかりでごめんなさい。でも、今まで憎まれ口を叩いてたのは、あなたに嫌われようとしていたからなの。嫌われてしまえば、あなたのことを忘れられると思ったから。でもいつもあなたは私に電話をしてきてくれて、あんなにひどいことを言ったのに、何度も何度も。私嬉しくていつも電話の向こう側で泣いてたのよ。あと私が誘拐された時、廃工場まで来てくれたでしょ。こんな私を心配してくれるなんてすごく嬉しかった。いつも気丈に生きてきたけど、でも
私だって普通の女の子よ。いつでもみんなと一緒にいて、おしゃべりしたり、遊びに行ったりしたかった。バレンタインの時だって、あなたに。明日からはそうなれるけど、卒業する前に本当の私を見てほしかったから。もう移住院家なんてどうでもいいの。だから、好きです。今まで嘘をついていてごめんなさい。でも、私と付き合ってください。迷惑だと思うけど、あなたの気持ちを聞かせて。それで諦めがつくなら。それじゃあ、私なんて言ったらいいのか。やっと普通の女の子になれたのね。何？ごめんなさい。よしお君に私が女の子だということがバレてしまったので、記憶を操作したんです。軽蔑しますか？ありがとう。本当に優しいのね。あなたを好きになってよかった。